はい、SGY ラボです。今回もウィニングイレブン2017マスターリーグの方をアーデオデンハーグを使ってプレーしていきます。前回オランダカップの決勝後半ロスタイムで劇的な、失点をして負けたといったところで、直後ですね、まあ、あんな負け方したらそりゃ中地も泣くよな、切り替えないといけないといったところで今日お届けするのは2019年5月の20日、EL ヨーロッパカップ EL ですねの、決勝です。相手はリバプール戦ですねといったところで進みましょう。リバプール3バック、リアルも3バックなのかな、メンバーはあれかな、変な入れ替えはみたいのはないのかな、リバプールは。でこちらですが、こっちの武藤を入れると TS が下がっちゃうということで、これは誰だ、サブだな。西川が調子が普通だね。こっちの林が調子がいい、でも TS が下がっちゃう、どうしよう。調子がいい方出すか。こっちはこれだと、あ、 TS が1個上がるんだ、これにしよう。での代わり、阿部が前回出たから困難だ。これも TS 下がるのか、嫌だもんな、 TS 下がると。野津田、東、東か分かんないけど、これにキーパーの控えにしようか。これでいこうかな、これにしましょう。あ、やっぱり平川本職だもんな。でも TS 下がるんだよな、うん、やめましょう。これでいきます。3バックコンセプトアレンジさ、これもサイドロッテかな、サイド弱いもんね3バックは。TS 下がるかな、攻撃エリアサイド、うわもろ下がってる、ダメだ、中央なのね。よし、じゃあこれでいきます。ユニもこれで OK。 じゃあいきましょう。ヨーロッパリーグ欧州名門中堅チーム戦ってきた長きにわたる戦い、ウェパヨーロッパリーグいよいよファイナルです。はい、ムービー飛ばしますよ。ヨーロッパリーグの戦い、じゃあ行きます。決勝の笛が吹かれました。ウェパヨーロッパリーグ決勝、アデオ対リバプール。まあ見ている方としてはね、プレスが強い、来るか、なんですけどもね、決勝戦ともなると非常にタイトな試合になってくるんじゃないでしょうかね。なるほど、ダメか、ここクリアで難を逃れます。とことんクロス、ああ当たっちゃった。スルーパスを出す、やばい、切り替えられた、ミドル、あれ、ルーズボール、緩いボール、今の飛び出しのタイミング、
いや、このタイミングっていう時に抜けましたからね。あの辺のサイドのディフェンスが俺ダメなんだな。前回もあのロスタイムもそうだったもんね。庄司、阿部、ハーフナー、柴崎。あお、体勢が悪かったな今。今日のゲーム両チームまずこの立ち上がりは北澤さんどうご覧になりますか。まあ今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか。中陣、中陣、ああ引っ掛けられてんじゃんよ。おっと危ない。これはわずかに左でした。意表をついてファー蹴ったんだけど、ね、ダメか。ボールに頭突きしてたでしょ。決定的なシーンがありました。ハーフナー落ちてるな能力。あ、でもあれか、利き足が逆だったからか。ジャン、さあ前半ここまでは両チームともに0対0のスコアです。あれ、ボールはコーチーニョへ。危ねえ。よっしゃ、右サイドへ振って、あ、やべ、間違えた。ジャン、ロベルト・フィルミノ、縦へのボール。さあ抜きにかけ、あれ、長いボールを送ります。ダメだ。出口、ダメだ。堂安、庄司、パスでつないで攻め込んでいきます。アデオ、裏狙いましたね。足元狙う、来た、来た、先制、アデオ。ハーフのよくクロス上げたな今、右足で。優勝へ大きく近づく。柴崎か。アデオ、美しいパスワークからのゴールでした。本当は真ん中攻めたいんだけどね、3バックだから真ん中硬そうだからな。選手同士の連動が見事でしたよね。ちょっと見てみますね。ナイス。さあアデオ、この重要な試合でまず一歩リードしています。ロングフィードで狙う。お、ここでファールをもらいます。とにかくヘディングが弱いな、やっぱり。クリアクリア。あー、しゃあ、ディフェンダー集中力いいですよ。いや、今みたいなアリークロスはね、中の状況によっては効果的ですけどもね、今はちょっと合いませんでしたよね。アリー上げる。ダメか。ボロいいですね。柴崎、どうだ、どうだ。くそー、飛び出していました。これはギリギリじゃないでしょうかね。中 G だったら完璧なんだけどね。このファーストハーフ10番の時間帯で1対0とリード、さらにはポゼッションでも相手を上回っています。アデオ、立ち上がりからキープできていましたし、入り方も良かったですよね。この流れがどこまで続くかが注目ですよね。庄司、阿部、出口、またサイドローテを入れます。前半32分を回りました。裏に味方を走らせる。お、いい形ですよ。低い弾道、あ、よくカバーしましたよ。上げろ。ボールを追いかける。ダメか。庄司、
アーデオ、このファーストハーフ終盤までリードしつつ相手に全くシュートを打たせていないという状況です。間違えた、守備が機能してますよね。カーソルがやぶね今のは操作ミス。またクロス、いいボールですね。抜けてくる、クロス低い、うわジャストで合わせてきました。外す、パススピードなんか最高だったんですけどね。今マーク外したら枠を外したよ。チャンスを収めることができませんでした。そう、外すとこ見てたんだよね今。チチチじゃねえよおい、今のは確実にお前のせいだろ武藤。チチチじゃねえ。長いボール縦へ、ロベルト・フィルミノ。43分です。ママドゥサコ、ハーフナー前、この試合ですでにアシストを記録しています。え、おいおいおい、攻めてる途中だろう。まずは前半45分を終えました。攻めさせない機会。前半終え1対0。さあこの最終決戦、まずは前半の45分を終えました。振り返って一言お願いします。アーデオとしてはこういった緊張感の高い試合で前半のリードを保てたのは大きいですよね。パスが89%。ただ試合の流れは急に変わったりしますから、そう改めて引き締め直した方が良いでしょうね。本当にこのゲーム急に変わるからな。45分後、栄光と美酒に酔うチームはどちらなのか。まさに雌雄が決するその瞬間、しかと見届けたく思います。よし、じゃあ行きましょう。まずは1点先制して後半へと向かいます。さあキックオフです。アデオ 1-0 リードです。リベジャン、中央行けるか。このスルーパスは通りません。南野、武藤、裏のスペースへスルーパスを出す。いい展開ですね。中央へ、ディフェンダー集中力いいですよ。拾えるね。太田、じっくりじっくり。庄司、出口、球筋が遅い。裏を狙っていきます。上げてくる、コーチーニョ、スルーパス、あーおー、あぶね。武藤、サイドを使う。大谷渡る、きたー、オッケー。クロスはできるだけ中側にちょっと入ると距離が短くすると精度上がりますよね。マイクラブとかでも同じなのかな。そうですね、足手のイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し。スリーバックだからサイドが攻めやすいんですよね。シンプルに見える今のシーンも実はコンマ何秒の正解で飛び出すタイミングを図ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引きこそ最高に難しいですから、うん、見事なゴールですよね。いい仕事したな。さあアーデオ、さらに1点を追加し2対0としています。アーデオとしては 2-0 リードは大きいですよね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、クリアクリア、しっかり今日は自分たちのサッカーができているってことなんじゃないかなと思いますね。落ち着け落ち着け落ち着け、ああ重い。コーチーニョから前線へ、危ねえ。どうはハーフナー前、先ほどから厳しい寄せにあっています。そうですね、攻守レベルをオートにしてるんですけど、てますから、ね、なんかカップ戦のせいかね、ずっと4のままなんだよね。リーグ戦だと
1,2,3,4 ぐらいをこう行き来するんだけど、なんかあんのかな、エモとかの関係と、なんか関連が。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどね。柴崎、うわー、やられた。これは来た。あー、ナイスキーパー。これはよく止めました。これは決められてもおかしくないですよ。キーパーファインセーブですね。今のはなんとか、これはちょっと軽率だな。これは俺のミスだ。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。出ろ。取った。ちょっとね、大きく展開したところでしたけどね。キーパー出る。裏へのスルーパス。いいボールだ。ハーフナーに渡る。あー、しくじった。カーブかきすぎた。出口チャレンジはしません。後ろに流す。堂安、またかい。これはファールを取られましたか。ちょっと軽率だな。ファールだったからいいけど、よく見ないとレーダー。心配しますね。大丈夫ですかね。これ後ろからでしょ。太田、またカリメバサミだな。地面に埋もれてるし。71分。じゃあ太田頑張ったけど変えましょう。平川と今野、攻めたいから平川にしましょう。で、ツートップ点取れてるよな。あ、武藤は取ってないのか。じゃあこっちの武藤にしましょう。ダブル武藤。あと1人ちょっと怖いから、怖いからちょっとこれは残しとく。 OK。どうだ。出口、堂安、庄司からのパスから右へ。取りかごする気はないんだけどね。残る一つの交代枠をどのプレスがきつい。平川、出口。うわー、削ってくるね。最終ラインまでボールを下げる。あー、やっちゃった。さあ繋がるか。あぶねー。これ攻守レベル下げないとダメだな。ちょっと気をつけないと。ベンチに動きがあります。イエローカード1枚もらってますからね。低くして、うわー、またファールか。なんかリアルだな。やけくそですする。味方が倒れた選手の様子を伺っています。こういう削りはひどいよ。イエローカード2枚目となりました。うわ、一人残しといてよかったな。交代、こっからまた削られるのかな。ちょっと柴崎、ちょっと回復待ちにしようかな。なんかまた削ってこられたらもうアウトだもんね。南野、ボールを下げてリズムを作るか。ああ、違うところに出すな。あれ、今取ったじゃん。スクルテル、裏へ届くか。なんかこれスティック操作がやっぱダメなんだな。パスのこれ近場に出したはずなんだけど。ここで見せてくれました。今のは誰もついてなかったですからね。まあミスなんだろうな。打たせてしまいましたよね。さすが守護神。なんか嫌な気分。前回ロスタイム入れられてんからな。
ミックス。おー、ショートですね。あ、こけた。マイナスクロス。出せ。あぶねー。ミックス。上げろ。取れ。あー。押し切られるかな、これクリアする方向。おっしゃー、違う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 、おい、なんか今のは明らかに違かったな。もう無理しないことが大事になりますね。時間を有効に使ってその都度相手に対応していく形でいいんじゃないかなと思いますけどもね。ちょっとあれだな、ヘディング負けるかな。敵はこけても回復が早いよね。前に運べねえし、やっぱサイドだな。終盤に入り残り時間もあまりなくなってきました。このままいきますと優勝となります。アデオ、やっぱ攻守レベル一番下にしないと戻ってこねえのかな。張ったままだもんね。ここは時間を使います。ほら裏へ裏へ行こうとするんだよな。イエローカードです。攻守レベル一番下なのに。これでイエローカード3枚目。ちゃんとマークついてくるね。じゃあもうこれ上げた方がいいのか。あー競り勝てない。あ、勝った。足遅い。超えた。勝負できますよ。あー危ねー。ベント今の飛び出しなんですけれども、いや良かったですよね。このタイミングってことが止まりましたよね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。コロトゥーレから右サイド、スルーパス、シュートもあります。ミドル、これはポストのわずかに右です。全然ダメだ。絶妙なコースをついてきましたよね、はい、こういった技術の高さはね。やはりそうか、オートにしてるからやっぱあれなんだ。そうですね、攻守レベルが必ず4になるんだね、これカップ戦とかだと。柴崎、南野、マジかよ。さあ繋がるか。武藤、武藤、さあここでカウンター。カウンターはしたくないけど攻めたいな。でも武藤、阿部、素早いパスで攻め上がっていきます。ああ、中地、あっと危ない。打て。この位置で受ける。ああ、押すと左をかすめていきました。あれが強すぎんのかな、シュートゲージ。多分トラップしてたらダメなんだろうね。捕まるんだろうね。よし、ここで柴崎を茶島に変えましょう。ここで1点入れられてもあれだよね。まだ平気だよね。そろそろロスタイム終わるでしょう。攻守レベル一番下。OK。いやリベンジしたぞ。長きにわたる戦い、天国か地獄か、その頂点に立つ勇者たち。イエス。
チャンピオンのカップが掲げられます。フットボールを愛する者、サッカーを愛する者の目が今注がれています。世界の目が注がれる瞬間、スタジアム、素晴らしい戦いをありがとう。全てをかけた戦いをありがとう。サッカーの素晴らしさ、フットボールの素晴らしさ、世界が体験しました。実況はジョン・カビラでした。ごきげんよう、さようなら。 OK、 支配率 70%、 パスが87、シュートが5。マン・オブ・ザ・マッチはハーフナーね。ちょっと記録見させてもらいます。フォーメ10だからね、だいたいフォーメーション通りかな。 OK、 2対0。いやーきつかった。最終戦、これは消化試合だからね。お、特別ボーナスちょっと少なくない？お、武藤、浦和の方のね、指定関係、優勝しました、ありがとうございます。最高の気分だろうね。 OK、 いやといったところで、なんとか優勝することができました。というわけでですね、今回の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。さようなら。